バインランドはアメリカの作家トマス・ピンチョンの4作目にあたる長編小説。1990年間。佐藤義明による日本語訳は1998年出版。舞台は合衆国カリフォルニア州、ロナルド・レーガン大統領の再選の1984年から始まる。本書には主人公をはじめとする1960年代に青春時代を送った。 登場人物たちが登場する。物語は彼らのフラッシュバックを通して、1960年代の自由な反逆の精神と、それに衝突するリチャード・ニクソン政権下の全体主義的な抑圧と麻薬戦争、1960年代から1980年代の間に起こったアメリカ社会の変化を描く。バインランドはこの小説の中心となる土地で、 カリフォルニア州のアンダーソンバレーにある架空の小さな町である。バインランドの語源はハリウッドの文字り、北アメリカの最初のバイキングの植民地、ビンランド、ウラジーミルナボコフの小説、アーダの登場人物、アンドレイ・バインランダーニュージャージー州のバインランド、フランク・オハラの詩のフレーズビンランド・ザグッドなど様々な説がある。しかし最もわかりやすい説明はバインランド軍は カリフォルニアのレッドウッドが生い茂るワインカントリーの近隣地帯だからというものである。前作、重力の2次から17年の歳月を経て出版された本書は当初、そのポップでコミカルな作風から重厚で壮大な作品を期待していたピンチョンのファンと批評家を失望させた。しかしサルマンラシディなどから好意的な書評も得た。ありがとうございます。